して皆様こんにちは。浜松清清高等学校と申します。打ち合わせがちょっとちゃんとできなくてすいません。1曲目のファンファーレ終わったら合図を出したら次に入ってねって言ったんですが、合図を出す前に、入ってくれました。新体制になりまして、日本全国どこも新年度ですけれども、あの本当に今日今年はこの天気に恵まれて、多分今年のチームでこんないい天気だったことというか、あのこの私どもですね、外でやるコンサートの時に天気が悪いことが大変多いので、多分卒業していった3年生が雨男か雨女がいたのかななんて勝手に想像したりしますけれども、本日はですね、新体制、1年生31名を迎えまして、総勢30名でしたね、今日はね、総勢67名で、お送りしたいと思います。ちょっと危ないですけどね、はい。皆さん焼けますからね、日焼け止めとかやってますか、大丈夫ですか。私もここでちょっと喋るだけで焼けるんじゃないかなと思って、部員たちも楽器が痛みますからね、直射日光気をつけてくださいね。一番最初に聴、いていただいた曲は、テデウムという、これ、もう本当にルネッサンスの音楽なんですけども、シャルパンティエという方が作った、そのテデウムの中から、冒頭部分の、をですね、吹奏楽だけでファンファーレチックに演奏しようということで、ジェームス・カーナーさんという方が作った、作品を聴いていただきました。続けて演奏した、更新曲は、ウィルソンというアメリカの作曲家がですね、やはり、スーザのマーチなんか有名な、スーザ、それからバグリーですね、アメリカの有名な作曲家の、更新曲をつなげて作りました76本のトロンボーンという、マーチメドレーみたいな、曲をお聴きいただきました。さて新体制ですので、だんだんと新しいプログラムも私たち、勉強していかなければいけないんですが、今日はですね、こちらにありますクラリネットですね、クラリネットを今日フューチャーした曲を聴いていただこうと思います。なんて曲でしたかね。マーマレード・フォー・クラリネットです。マーマレード・フォー・クラリネットというちょっと題名がついてるんですけども、あのマーマレードっていうちょっと酸っぱくて、こうあちょうど今あれですね、オレンジがなんかこう輸入物のオレンジがなかなか手に入らないとかで、オレンジジュースがなかなか売ってないということなんですけど、今日その、オレンジジュース売ってますかね、あのテントの方で。何も反応がないですね。ということで、ちょっと今日はその、マーマレード・フォー・クラリネットということで、クラリネットがマーマレードになるとどんな感じになるのかっていう感じなんですけど、ちょっと真ん中に行きましょうかね、ちょっとこの辺に。主役ですからね、そんな感じで。はい、クラリネット、今日は1年生は入ってないんですか。入っていないです。2、3年生だけでチャレンジするということで、それでは、我が、吹奏楽部のクラリネットセクションをのソロで、ラセロームスという、オランダの作曲家ですけど、が作りました、マーマレード・フォー・クラリネットをお聴きください。
ラリネットの、パートフューチャー、マーマレードフォークラリネットです。吹奏楽でも今これポルカだったんですけども、行進曲の方がやっぱ似合ってますよね。で、ということで行進曲も先ほどあの、いろんなメドレーがあったんですけども、やっぱり行進曲というと有名な作曲家スーザという作曲家がいますので、今年は新曲でスーザの作りました、フォシェータワーマーチっていうのがあるんですね。でこれはあの実はスーザが死んじゃってから、発掘されたというかですね、楽譜が残っていたものをスーザのお弟子さんが、世に出したという有名な曲なんですけども、フォシェータワーというなんかお金持ちが作ったタワーがあって、その落成記念のためにそのお金持ちの方が移植したらしいんですけども、なんかその移植がいよいよ、タワーが完成するよって言った、時に、なんか会社自体が倒産しちゃってお金が払えなくなっちゃってっていうことで、そのままお蔵入りになった曲らしいです。題してフォシェータワーワシントンメモリアルっていう、題名がついてるんですけども、まあジョージ・ワシントンを記念して、立派なタワーを建てたらしいんですけども、その、記念したマーチということです。スーザの、その、フォシェータワーマーチというのをお聴きください。
ーザーの作りました、フォシェタワー、ワシントンメモリアルマーチでした。さて、新年度ですので1年生も、ニューフェイスとしてしっかりと紹介したいと思います。毎年これ、レパートリーしてるんですけども、窓道夫さんという、作詞家ですね、作詞家がいらっしゃったんですけども、有名な曲ですと、ゾウさんという歌があったと思うんです。童謡が、まあ、それゾウさんもそうなんですけど、それから、1年生になったらとかですね、不思議なビスケットとかですね、不思議なポケットだったかな、そんな曲がですね、皆さん、子供の頃に聴いたことある、楽しい曲がメドレーになってます。それをですね使って、ニューフェイス1年生も紹介したいと思います。題しまして窓道夫さん作品集です。お聴きください。「
最後の拍手ありがとうございます。ちょっとそのまま1年生動かないでね。ちょっとせっかくですので声を聞きましょう。お名前をと楽器。打楽器パートの犬塚あかりです。打楽器の犬塚さん、じゃあ実験に頼みます。お母さん。ホルンパートの久保愛理です。全員紹介して。今マイクを忘れてたね。ちょっといっぱい30人いるもんですから、ちょっとまずは2人、打楽器とホルン で、すごくしっかりしてるんですね。で、実は今年ですね、本当にその31名が皆さん本当に今の 2,3 年生よりしっかりしてまして、頼りになるんです。で、実は今リハーサルもほとんどやってないんですけど、昨日宇都宮ってのは3日前、4日前、ちょうど4月の末に、宇都宮に、栃木県の宇都宮に今年全国大会の会場がそこに移るっていうものですから、そこでコンサートをやろうっていう高校の全国大会出てる仲間の学校から声をかけていただきまして、演奏一緒に1年生に連れて行ってきました。で、いきなり入部してすぐに宇都宮で演奏会、感想とても大変だったのですが、やりがいがありとても楽しかったです。しっかりしてますね。何か言ってるんですか。手が回るんですね。あ、ゆらさん、じゃあ、はい、清泉高校に入って吹奏楽部に入ることができてとても嬉しかったです。もう一人、はい、あ、早いね。はい、山岸さん、はい、ずっと憧れだった清泉高校に入って入部してすぐにこう遠征も行けて、自分にとってはたくさん勉強になったし、いい経験ができました。これからも頑張ります。これ打ち合わせしてませんからね。ですので打ち合わせしてないので、せっかく1年生しっかりやってくれたので、曲目を変更して、今から翼をくださいをやります。はい、歌ってください、1年生。はい。
ありがとうございます。たくさんの拍手、本当にありがとうございます。1年生と一部の2年生で、歌わせていただきました。翼をくださいでした。ありがとうございました。どうぞお戻りください。あんまりここでやってばかりの時間がありますので、最後の曲でいいんですかね。今日はですね、この後また夕方こちらの、大通りでパレードしますので、そちらも、ご覧いただければ嬉しいと思いますけれども、私ども本当に恵まれまして、このゴールデンウィークいろんなところで演奏会をさせていただいています。今日は、これでこのコンサートの後また、5時半からですかね、浜松丸のパレードで、それから、それが終わりました。明日、明後日ですね、また名古屋に行きまして、名古屋の、ずっと全国大会の会場になっていた、国際会議場というところでまた、全国大会に出ている学校の仲間の学校が集まりまして、コンサートをさせていただきます。そして6日の日はまた、今浜名湖花博ガーデンパークと、フラワーパークでやってますけれども、ガーデンパークの方の、ステージに呼んでいただきましてコンサートをさせていただきます。お時間のある方もぜひ応援に来ていただければ幸いです。浜松は浜松祭りで盛り上がっておりますということで、やっぱりそれにぴったりの曲、私どもも、これ演奏させていただいてます。浜松が誇る吹奏楽団、ヤマハ吹奏楽団のために 作られた曲なんですけれども、私どもも演奏の許可をもらって演奏させていただいてます。浜松祭り激練りをテーマにして、この激練りの、ラッパの主張をテーマにしてですね、それを、なんとロックとジャズを融合してファンクというリズムをで、音楽を演奏して吹奏楽で演奏したいと思います。題しまして激練りファンクという曲です。お聴きください。